はい、今回はダンベルを使った足のトレーニングを紹介したいと思います。一緒に鍛えていきましょう。まずは膝をしっかり曲げてダンベルを両手で持ってください。足を肩幅に開きます。はい、ここから前後に足を大きく開きます。一方の足を大きく前に踏み出して前後に開きましょう。後ろの足、かかとを浮かせます。はい、背筋をしっかり伸ばして、このまま真下に沈んでいきます。はい、最後膝伸ばしきらないようにお気をつけください。ゆっくり、真下へ沈んでいきます。膝が床に軽く触れたら、ゆっくり立ち上がりましょう。では、10回いきます。一緒に鍛えましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、10。はい、OK です。では反対いきます。前後に足を開いて、肩幅から。はい、では背筋伸ばして、真下に沈みましょう。10回。せーの。1、2、はい、3、4、はい、5を戻す、6、はい、7、8、はい、9、ラスト、はい、OK です。はい、では少し休憩しましょう。深呼吸。だいたい1分ぐらい、休憩して、あと2セットから3セット行っていきましょう。よし。では2セット目いきます。足肩幅。はい、前後に大きく開きます。はい、後ろの足、結構伸ばせます。ボス球を地面にグッと押し付けましょう。背筋伸ばして、はい、真下に沈みます。10回です。せーの、1、はい、2、3、はい、4、戻す。5、はい、6、はい、7、8、はい、9、ラスト、はい、OK、はい、じゃあ反対いきます。はい、肩幅から前後に大きく開きましょう。はい、じゃあ背筋伸ばして、はい、10回いきます。沈みましょう。せーの、1、はい、2、戻す、3、はい、4、はい、5、はい、6、戻す、7、8、はい、9、ラスト、はい、で、2セットやってみて、もうきつい人はね、2セットで十分です。余裕のある人は、あと1セットチャレンジしてみてください。以上、足のトレーニングでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。